皆さんこんにちは、内崎です。今日はですね、 J2 リーグ第27節の岡山対栃木戦振り返っていこうと思います。まず結果ですけども、結果はね、0対0の引き分けということになりました。まあ惜しくも引き分けということになってしまったんですけども、勝ち点はまあ 1点ずつを分けた形になりまして、岡山は勝ち点が41点でですね、順位はですね、5位だった長崎が勝利を収めましたので、順位が入れ替わりまして、岡山は5位ということになって、一つ順位を下げた形になっております。はい、ということでね、第27節栃木戦ですけども、試合を振り返っていこうと思います。流れとしては全体的には悪くなかったと思います。ただ最後のね、点を入れるところっていうのが、チャンスをこう作りきれてなかった、惜しいシーンっていうのも正直そこまで多くなかったかなというふうに思いますので、もうちょっとね、ゴールに絡めるようなものがね、こうプレーができればよかったんですけども、なかなかそこまでいかずというところで、得点は0と。ただまあね、失点も0で抑えれたというのは良かったです。かなりね、危ないシーンも何回かありましたけど、なんとか抑えてね、0点に抑えてますし、十勝選手がね、後半入ってきてガンガンこう来てましたけど、シュートもディフェンスのところでバシッと止めたりとかっていうところもできてたので、あそこら辺は非常に良かったのかなというふうに思います。まあデューク選手とかがね、やっぱり起点になってボールをね、前線でさばいてくれるっていうのは非常に効果的で、これはやっぱり岡山のストロングポイントの一つなので、これはね、相手からしても分かっていても取れるもんじゃないので、やっぱ高さだったり強さっていうのは、なのでそこはね、やっぱこのままずっと継続していく形がいいとは思うんですけども、デューク選手がね、どうしても抜けてしまうので、試合に出れないっていうことが出てくると思います。なのでその時にですね、新しく加入した永井選手とかですね、まあ、数多くフォワードの選手が今、斉藤選手も含め、なのでその辺りの選手がどう活躍してくるかということと、あとデューク選手ほどね、背が高いっていうわけでもないので、ちょっと戦い方も変える必要があるのかなというふうに思うんですけども、まあ、まだデューク選手がいるときはいつものデューク選手にポストプレーをお願いしてっていうのがいいかなと思いますし、もう簡単にセンタリング、コーナーキックを上げて、強い選手、デューク選手、柳選手、バイス選手だったりに合わせるという形で、とりあえずはいいのかなというふうに思ってはいます。でね、あと徳本選手の武器としまして、ロングスローがねあると思うんですけども、これがね、今回結構チャンスを作ってた要因の一つかなというふうに思います。いつもね、ロングでね、こう投げてくれるので、中にね、背の高い選手に合わせて、もうそのままゴールに入ることもあるでしょうし、そこからね、1個落としてっていうのもあると思うんで、これはかなりの武器になりますし、岡山のね、背の高くて体の強い選手たちが多い、そのチームの感じにも合ってると思うので、これ非常に武器になりますので、もうどんどんね、徳本選手が出てるときは投げてもらえたら、どっからでもコーナーキック状態なんで、もう本当にあれは相手からすると非常に嫌だと思いますので、あれはどん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 もう続けていってもらえば、いつかあれからね、ロングスローからガンガン点が入るっていうこともあると思うので、これはね、もう続けていってほしいと思います。でね、佐野選手がですね、またスタメンで、出ておりました。佐野選手がね、かなり活躍していると僕は思ってまして、すごいね、あんだけ前半からガンガン走ってて、もう本当に途中で交代するぐらいの勢いで前半から行くんで、すごいなと思うんですけど、やっぱ走り切ってね、くれるんで、そこはもう非常に助かるところですね。で、スルーパスだったりとか、
あのうまくつながらなかったことも多かったですけども、こう意図があるというか、ああしたかったのだなっていうのが分かるパスがありましたし、ああいうところはね、あのどんどん狙っていけばいつかこううまいことね、あのつながったりすればもう1点が入るぐらいのものになるので、どんどん狙っていってもらえたらと思いますし、あのアグレッシブさも続けていってもらえたらいいかなと思うんですけども、まあ気温とかね、やっぱ体調とかあるので、まあ故障とかね、体調不良にならないようにね、あの調整しながら行ってもらえたらなというふうに思っております。はい、ということで、まあ前半後半通してですね、まあその惜しいシーンを作れてなかったという感じですかね。ボール回しはできてて、まあサイドに振ったりもしてたんですけど、そこからこうあと1歩2歩ぐらいのとこまでしか行けてなかったというか、まだちょっとね、あの最後の決めきるっていうところがどうしても弱い感じがします。なんでここはあのファジアの岡山ね、ずっと得点力不足というか、今までもそうですけども、まあ、課題ではあると思うので、そこをね、もうちょっと鍛える、精度を上げるなり、まあそのね、一人一人の、まあ、何でしょう、プレーの質を上げたり、あとはね、本当にこう連携でもう当てれば入るぐらいのシュートまで崩すとか、そういったところもありますし、もっとね、ピンポイントにこうクロス狙うというか、なんかドンピシャで合わせるぐらいのがあっても、体強い選手が多いので、高さもある選手がいますし、勝てると思うんですよ。なのでそこでね、こううまいことね、質が高くなって合うようになれば、得点力不足っていうのも解消されていって、ディフェンスはね、やっぱり点がやっぱ入れられにくいチームなので、これはね昔からそうかなというふうに思います。なのでそれはね、このまま継続していってもらって、ちょっとしたねミスとかがでもやっぱあるんですよね。パスミスだったりとか、自陣の、 あの真ん中のあたりでね、こう奪われてしまうとか、そういうところをね、気をつけて、はっきりともう危なかったらもう外に蹴るぐらいの勢いで簡単にしていく必要もあるのかなとは思ったりするんですが、まあ今のままとりあえず継続していって、そういった細かいところを調整していくような形でいいとは思うんですけども、やっぱり攻撃がねうまいこといくかどうかっていうところが一番、やっぱ点取らないと勝てませんので、そこがね、重要になってくるのかなというふうに思います。確かにまだね、試合はあるあるとは言うんですけど、どうしてもね、ここのね、1点、2点っていう差がね、後々になってかなりきついものになってきます。なので、もう、全部勝つ勢いで皆さんね、チームのみんなも行ってるとは思うんですけども、もう本当に勝ち以外は全部負けぐらいの気持ちで、もう行ってほしいですよね。はい、ということでね、次ぐらいからかな、長井選手とか出てきてくれるんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、長井選手が来たらまたね少し状況が変わると思います。結構ね、シュートが上手い選手だと思いますので、アグレッシブさもあって、結構こう体の強さもあるので、なんでそこら辺もね、決め切ってくれる力はある選手ですので、これがどううまいこと影響してくれるかっていうのが楽しみなところです。背もね、180何センチかあったと思うんで、まあ低くないんで、で体も強いですし、そのポジション取りとか体の入れ方っていうのも上手なので、そこら辺でも決めれる力があると思いますので、楽しみにしときたいなというふうに思っております。まだね、強豪との戦いもあります。新潟もね試合がありますし、本間志音選手がね移籍すると言っても、やっぱりそれでも強いですから、いつもね勝ってるイメージがあるのでね、なんでね
そこをどう攻略していくか、そういうところも楽しみにしながらみんなでがっつり応援していっていけたらなというふうに思いますし、山形戦のね再試合もね、山形もあの補強が結構すごい選手が J1 から来るぞっていうような情報もありますんで、その時には多分出てくると思いますんで、どういうふうにこう抑えていくか、また勝ち切るかっていうところも楽しみですので、なんかイオンでねパブリックビューイング的なのをするみたいなのもありますし、結構破格の値段のツアーが組まれてたりするみたいなので、アジアの岡山の、まあ、その運営陣というかの人たちもかなり気合が入った再試合になるんじゃないかなというふうに思いますので、もちろんね仕事の関係とかいろいろでね行ける行けないっていうのももちろんあると思うので、行けない人はねあのイオンに行ったりとか家でダゾーン見るとかでがっつり応援していけたらなと思いますし、僕もね行けたらイオン行こうかなと思っておりますんで、皆さんも一緒に応援していきましょう。はい、ということでね、あんまりこう試合の内容的にこうどうだったかっていうほどではないんですけど、まあ、軽くね本当はいつものように軽くレビューをしてい、きました。このままねとりあえず負けなしでどん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 行ってほしいと思いますので、皆さんで一緒に応援していきましょう。では今日はここら辺で終わりたいと思います。聞いていただいてありがとうございます。すいません、いつも車の中でまたノイズが大きいとは思うんですけども、またね聞いてやってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。